釣りファンの皆様、こんにちは。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回ね、 FG ノットなんですが、FG ノットのね、組み方と締め込み方のね、ちょっと違いによってどのぐらいパワー出るのかね、ちょっと比較検討してみたいと思います。今これでね、結んであるのは比較的にね、通常の形で締め込んだものです。まあ、通常の形って言っても自分のやり方があるんですが、ちょっとね、ご説明しますと、こうね、指でこう編むんではなくて、簡単編み込みね。こうラインをバッテン印にしてこう、一回一回ね、こうギュッギュッギュッ、ギュッギュッギュッと、こう編み込んだ。こう編み込んでできたものがこちら。その他に、ね、あとね、2回やるんですが、こちらでね、ぐーっと巻いてって、最後に、ね、1回でギュッとハーフヒッチを、ね、これでハーフヒッチをしてから、最後ね、これ、まあ、30回ね、編み込んだ後に、ハーフヒッチをして、ギュッとね、ギュッと引っ張ったものがこちらなんですが、これでね、パワーをね、皆さんにお示ししてからね、皆さんにね、他の結び見ていただこうかなと思って、今、ちょっとこれで作ってたんですが、これでちょっとね、実験してみて、塗っとこうかな。どのぐらい引き出されたのか分かるように、根元からちょっと塗っとこう。P は 1.5 号30ポンドと、リーダーはね、フロロ30ポンドね、今回使わさせていただきました。これでね、パワーをちょっと、お示ししてから。ちょっと途中でね、一回ね、どのくらい引き出されるのか、ね、見てみましょう。この結びの場合ね。大体ね、1センチ近くね、伸びると思いますが、ちょっとやってみましょうね。まあ、00まではまず、一回ね、途中でやめますから、これ。ある程度のところでね、強いなこれ。17までいってほぼ約3ミリぐらいしか出されてません。これ3ミリぐらいね、引き出されましたが3ミリぐらいです。いくらね、硬くね、一回一回締め込んでもね、1センチぐらいね、グッと出る場合が多いんですが、この結びだと結構大丈夫ですね。ちょっとね、これで、パワーをね、見てみましょう。テストボンド00。一回。テストボンド00。21ポンドっていうことは、これが一番強いか。なるほど。一回でギュッと締め込んだのが一番強いってことですね。切れてるところはいつものところ。引き出されて切れてますが、引き出されてるところが違う。
短いですね、距離が。見えるかな。じゃあね、片して他のノットね、やってみます。他のノットっていうか、他のね、締め込み方でやってみますから。今回ね、ダイソー P1.5 個。これ約22ポンドあるんですが、10キロですね。それと、フロロ、シーガーのね、フロロの10号。こちらでね、これは35ポンドあります。こちらでね、FG ノットを組んでみたいと思います。FG ノットね、素早くね、組む方法をご紹介させていただこうと思います。じゃあね、早速ね、やっていきましょう。まずね、素早く組むんで、もう指にね、あまり巻きつけません。PE を。リーダー、あ、PE をね、ずっと出していただいて、で、まあ、フィッシングローブね、皆さんされてると思うんですが、こう滑り止めになってるやつがね、よろしいと思います。ここにね、もうぐるぐるっとこう巻きます。巻いていただいて、もう滑らないですから、これで。で、グッと貼っていただいて、で、まあ、いつものね、自分の巻き方なんですが、これね、慣れてるね、巻き方が一番早いです、やっぱりね。で、リーダーをね、下から通していただいて、で、一回一回ね、非常に強い力で下にね、向かって引いていきますから、一回一回ね、キュッと引きます。で、押さえます。もう全然滑りませんから、これぐらい張ってます。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、もう目いっぱいね、がっつりやってますから、こういう感じ。1、2、3、4、5、6、もう一回一回のね、編み込みがで、もう密になってますね。ガッともう色変わってます、一回一回でね。これね、急いでやるときのコツですから。で、ある程度ね、組んでいただいたら、こういう形になりますね。そしたら外していただいて、で、Pの8線で、P の本線とリーダーにね、リーダー8線にハーフヒッチ、これ軽くでいいです。もう編み込んであるんでね、ほぼ緩んだり、まあ緩みはしますけど抜けることはないですから、もう、ね、離していただいても、でこう貼っといたままね、軽く、このハーフヒッチは軽くでいいです。軽いって言ってもね、ある程度の力かかってますが、で、早くね、結びたいんで、同じ方向でね、すべて巻いていきます。で、最後エンドを落としておきましょう。1回。2回ね。巻いて。キュッと。これで余り糸はね、すべてカット。
で最後ね、確認のために、ね、軽く引っ張っていきましょう。キュッキュッキュッとね。これで、ちょっとパワーをね、見てみましょう。あ、切れる前に、どのぐらい引き出されるのか、ちょっと見てみましょうか。ちょっと色塗っとこうか。根元のところにちょっと色を塗らさせていただいて、どのぐらい引きずり出されるのかね、見てみましょう。光って、ね、見えなくなっちゃうんで、テストポイント00、これでね引っ張りますから、みんなで引っ張ります。16ポンドぐらいで切れましたが、この辺から切れてますね。こうなってるから、あ、ここだ。ここが切れてます。こういう感じで。ここね。ちょっと見づらいんで、もうちょっと引っ張り出そうかな。そしたらね、続きましてね、スーパージグマ X ブレードね、こちらでね、巻いてみましょう。ちょっとね、かたしますね、こちらでね、巻いていきましょう。リーダーはね、同じハリスね、10号で巻かさせていただきます。結び方は同じなんで、もう一回グローブつけさせていただいて、早結びね。もう早く結ぶ、急いでる時はね、バーッと出してやるんで、長さ関係なくこう持ちます。で、ね、なるべくこう重ならないように、ぐっと巻いて、重ならないように、なるべく巻いて、で、ね、これでね、組んでいきますから。でも一回一回ね、ガツッと下に、キューッと入れてます。自分の場合はね。30回にしておきましょう。そし
たら、ちょっとね、適当にね、巻くんで、適当に取ってね、ギュッと巻くんで、長さちょっと長い場合ありますから、そういう時はね、あんまり長すぎる場合、切ってください。切った方がね、やりやすいし、早いです。この時にね、間違えて本線切らないようにしてください。で、向こう側からぐるっと2本のラインで回して手前に、ね、できて、これもね、同じ方向で。さあ、早く結ぶ時はね、こう持って、ピュッこう。2本の指を入れて押さえて、これで大体10回ぐらいやったとしましょう。で、最後にエンドノット1回、2回で、キュッとします。これでね、早結び完成です。もう焼き昆布とか作りません。じゃあこれでね、ちょっとパワー見てみましょう。一応これやっとこうかな、強化チューブやっとこう。リーダーがね、切れちゃう可能性があるんで、ダイソー P の場合はね、ちょっと太いんで、これやらなかったんですが、安いっていうのもあるんですけど、その前に。じゃあね、こちらで、ね、見てみましょう。テストポンド00、引っ張ります。じわっと引っ張ってきますからね。17ポンドぐらいでしたね。色塗るの忘れちゃったけど、このね、部分がちょっと出てたんで、わかると思います。どのぐらい引き継ぎ出されたかね。これ分解してみればわかりますが、同じとこら辺で切れてるわ。同じところから切れてる。同じところから引きずり出されて切れてますね。以上。
今回はね、FG ノットね、こちらと、こちらでね、比べてみました。じゃあね、こちらね、ちなみに22ポンド。じゃあ30ポンドです。太さ的にはね、やっぱり、ダイソーの方が明らかに太い感じしますね。それではね、皆さんね、またお会いいたしましょう。チャンネル登録一つよろしくお願いいたします。